ちは、折口めです。手振れがすごい嫌だ。よいしょ。はい、ということで今回ですね、タイトルにもある通り、私の大学での生活を Vlog みたいな感じで紹介していきたいなと思います。まあこの日は言ってぼっちの一日って感じなのかな。まあで友達はおるんですよ。でもたまたま友達がいなくて、たまたまぼっち、偶然ぼっちな日だったから、まあ撮ってみたよって感じの動画です。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、パン屋さんからスタートでございます。おい、投稿風景撮れよっていうのを置いといていただいてすいません。まずはお昼ご飯から Vlog スタートしたいと思っております。と言いましても、堀口姫さん恥ずかしくてなかなか食べれない、食べれないです。もう後ろ気にしちゃって、本当にもうほんまに、もう前にもね、これ窓があってね、本当に人がとっても気になってしょうがなかったの。あ、これはねカレーパンを手に取りました。パク、おいしい。続いてはパンの紹介です。左上からチーズパン、横行ってカレーパン、下行って塩パン、そのまた横行ってベリーのチーズのやつです。ベーグルか。はい、今何をしているのかというと、食べ終わって図書館に向かって走っているところですね。なぜ走っているのかというと、ちょっと恥ずかしいからです。キャハ、あ、ちょっと前髪直して図書館に到着しました。そして図書館での勉強が終わり、お外に入れてさっきの残りのパンをパクパクと食べております。今はチーズパンを食べています。これほんまに美味しくて、4種のチーズってやつなんですけど、ほんまに美味しくて、これびっくりしてるからです。あ、ちょっと粉がついてる、粉がついてる。でね、本当にもう青空が綺麗でね、あ、今これあれベリーのベーグルを食べてます。この中にチーズ入っててさ、ほんまに美味しかった。これも一人やけど、全然そんな関係ない。マジで空が綺麗でパンも美味しくて、もう最高最高。もうこんな真顔やけど、実際もめちゃめちゃ心ハッピーやからな、ほんまやで。でね、食べてたらさ、猫を発見したの。本当にもうびっくり、もうびっくりして、もう行くしかないと思ってこれ歩いてるところです。2匹持った。ほんまにほら、コローンってしてる、コローンってしてる、かわいい、かわいすぎる。どこ映してんねん、おい、どこ映してんだよ、見て見て、こっち見てるっていうのは警戒してる顔です。あ、もうほんまに警戒してた。あ、来てくれたと思ったら逃げられました、残念。で、あ、この子ならいけると思って映して、でめちゃめちゃ警戒された顔して、多分今逃げました。はい、歩き出しました。かわいそう、私また逃げられてね。え、本当に猫大好きやのにな、もうそういうのがあかんのかな。あ、もう泣きそうなってるやん、かわいそう。もうほんまに猫ちゃん、姫にかまってあげて、お願い。もう前髪もなんかすっごいし、まあ、空は綺麗、ゴミも持ってね、次の授業場所へと向かってる私ですね。この日はね、5限まであったので、結構なんかゆったり過ごしましたね。まあ、5限まである日はね、ちょっとまあそんな、まあしんどいわけじゃないけど、まあ頑張っていこう。うん、はい、5限の授業が終わり、やっとこその帰宅っていう状態ですね。今ちょっと手ぶれなんとかしなさいよね、こっち見ないで。もうグッドグッド、もう良かったらしい、本当に授業が良かったらしい。チロ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 、バイバイ。最大限のアクションです。一人でできる最大限のアクションをしています、私は今。フリフリ、お手手フリフリしてね、あ、ちょっと画角が変わり、前髪を直すふりして顔を写して、でグッドグッドグッドです、バイバイして、これが最大限のアクション。もう本当に緊張シーンなんだから、もっと堂々としなさいよ、本当に。あ、ここ今学生広場ってところを歩いています。普段のね、主に人が集まる場所です。全然映ってないけど、ちゃんと映して。ま、空が綺麗です、緑も青々として、ま、本当にいい学校ですよね。見て、ほらこれ芝生やねんけど、めっちゃ綺麗じゃない。今お花、白爪草がめっちゃめちゃ咲いてて、ここで前キャッチボールしてる人ってマジで青春かよって思った。もう羨ましい。めっちゃ綺麗よな、ほんまに。この姫が今映してる反対側にも若干芝生がある。あったっけ？嘘ついたかも。あ、ほらほらほら、両サイドに芝生がある感じ。綺麗やろ？そう、毎日ここを歩いて登校してるっていうか、ね、教育棟に行ってる。ほんまに虫が多くて最近。そう、今払ってたら、ほらほら、邪魔邪魔邪魔。そしてテク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 歩いてね、はるばる、門の外に出てまいりました。
これがね、交渉って言ったらいいのかな、うん、飾ってあるやつです。外にで隣の青いやつは譜代のマークです。ちゃんと残ってます。うん、学校内での記録は以上になります。私は今とっても急いで次の現場に向かおうとしてます。走れ堀口、走れ走れ、間に合わないぞそんなんだったら。ではスタジオにおつなぎします。はい、いかがだったでしょうか。まあ変なとこで終わったよな。走ってるのはちょっと次の予定にね、ダッシュで向かっているっていう感じですね。もうね、最近ほんまに忙しくて忙しくて、もう課題やる暇もなくて、あ、もうやばい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 、いつもな、1週間課題の猶予くれんねんけど、締め切り6時間前とかに出してるわ多分。まあ、ギリギリよな。ほんまに追いついてなくてほんまにしんどい。え、何の話？そう、ほんまにこの日はぼっちデーで、まあ、寂しかったんですけど、そう、まあ頑張りましたね。あとこの日は5限まである日で、珍しく、うん、すっごい疲れた。ほんまに疲れたな。めっちゃ食べたしな、パン4つ。あ、でも2つずつ分けて食べたし、うん、グッドグッド。まとめると、パン屋さんでぼっち飯をして、図書館行ってパン食べて授業受けて帰りました。そういう一日でしたね。ほんまはね、登校風景とか、いやーとか撮りたかったんけどな。あ、忘れてた。そう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 、実はね、パン食べた後、ゼミの友達と合流してプレゼンの打ち合わせをしたんですね。だからぼっちデーじゃなかった。今はぼっちじゃない、今はぼっちじゃない。大丈夫です、一人でご飯食べたってだけでした。だからその日は、うん、打ち合わせとかしたし、コンビニとかも一緒に行ったし、まあ割と充実した一日でした。まあ、基本大学はこんな感じで過ごしています。一人でおる時の方が多いかな、半々ぐらい。うん、授業かぶってない日はもうしょうがないし、まあ割り切ってます。うん、一人やったら逆に自習とかもね、はかどるし、当たり前やけど、うん、その日は自習としてオンライン授業を受けました。うん、いっぱい自習室があるから、それがいいとこかなって思います。一人に優しい。あとお茶とかも飲めるし、自習室でグッと。まあ楽しい一日でした。多分週2ぐらいこういう一日がこれから続いていくんやろうけど、まあ寂しくないし、もう楽しいし、頑張っていこうかなって思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。こんなボサボサで申し訳ございません。本当にまたお会いしに来てください。ということ、またこのチャンネルをね、訪れてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さようなら。頑張ります。もしかして姫ブレブレ？ブレバイ。ごめんね。バイバイ。